フラウィウス・ヨセフス、ティトゥス・フラウィウス・ヨセフス、37年から100年頃は、帝政ローマ期の政治家及び著述家。66年に勃発したユダヤ戦争で当初ユダヤ軍の指揮官として戦ったが、ローマ軍に投降し、ティトゥスの幕料として、エルサレム陥落に至る一部始終を目撃。後にこの天末を記した、ユダヤ戦記を表した。理想国家の形として、 真剣政治を造語した。ヨセフスは、本名ヨセフ・ベン・マタティアフ。ヨセフスは、エルサレムの祭祀の家系に生まれ、彼自身の言葉によれば、青年時代にサドカイ派やエッセネ派など、当時のユダヤ教の諸派を経て、最終的にハリサイ派を選んだという。64年には、ユダヤ人の陳情施設の一員として、ローマへ赴き、ネロテイヒ、ポッパエアサビナの知域を得ている。 ユダヤ戦争の初期、ヨセフスは防衛のためエルサレムからガリラヤへ派遣され、ガリラヤの町、ヨタパタを守って、ローマ軍と戦ったが敗れた。違法人への投降を良しとしない首相たちは、自決を決議くじを引いて、互いに殺し合ったが、ヨセフスは最後の二人になったところでもう一人の兵士を、説得、二人で投降した。ローマ軍司令官ウェスパシアヌスの前に引き出され、 ウェスパシアヌスがローマ皇帝になると予言して命を助けられる。ネロ帝死後の混乱を経て、実際にウェスパシアヌスが皇帝になると、その息子、ティトゥスの幕僚として徴用され、エルサレム攻撃に参加。70年のエルサレム陥落を目撃した。71年にティトゥスと共にローマに向かい、終生そこで暮らして、工具を受け、 ローマ市民権と皇帝の士族名であるフラウイウスという生で与えられた。75年から80年までのある時期に、ローマで自分の経験と主寿の資料をもとに、ユダヤ戦記を表し高い評価を得た。ヨセフス自身によると、ユダヤ戦記にはもともとアラム語版が存在し、それをギリシャ語で書き改めたと言われる。アラム語版は現存せず、現在まで伝わっているのはギリシャ語版の、 ユダヤ戦記である。さらに95年頃、天地創造からユダヤ人の歴史を解き下ろした、スケールの大きなユダヤ古代史も完成させた。ユダヤ古代史18巻63には、フラビウス証言と呼ばれるイエスに関する記述がある、ことで有名であったが、キリスト教徒側で保存されていた文書であったことから、後世の過失の有無が問題となっている。 三代のフラウイウス長皇帝の幕僚として何、不自由のない生涯を過ごしたかに見えるヨセフスであったが、裏切り者の落園、同胞のユダヤ人やローマ人からの避難や中傷に、終生悩まされ、それが彼を著述に借り立てる一員にもなった。百年頃、ローマで死去したと伝えられる。ヨセフスは四度の結婚を経験し、五人の男子がいる。 そのうち三人が成人したが、ヨセフス死後の動向を示す資料が皆無であり、彼ら三人が再退して、死女を設けたかは明らかになっていないため、ヨセフスの孫以下の世代の人物は確認が取れない。最初の妻の詳細は不明で死女はなく、皇帝、ウェスパシアヌスは、ヨセフスが捕らえられたユダヤ人の女性と結婚するように手配した。 ヨセフスにとっては2番目の妻であったがその女性と後に離婚した。こちらでも死女は確認できない。71年頃、ヨセフスはアレクサンドリア系ユダヤ人女性を3番目の妻として迎えて3人の息子を設けたが、妻の習慣に不満を持っていたため離婚している。75年頃、彼は4番目で最後の妻であるクレタ島出身のギリシャ系ユダヤ人女性と結婚。 彼らは幸せな結婚生活を送り、以下の二人の息子を設けた。ありがとうございます。